少しエンジンをかけているでしょうか。4号艇上平引っ張っていきます。4号艇上平慎二。こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース尼崎、日本モーターボート選手会長杯尼崎ブルタンカップね、帰ってきました。今回引いたモーターは18号機 25.5%、 ボートはね47号機の 26.6%。 ちょっとセットでね、あまりセットをね引くことがね今回できませんでしたが、なんとかね予選はね8位で通過することができました。それでは準優勝戦の映像いってみましょう。どうぞ。今回引いたモーター18号機はですね、前節福岡の A1 レーサー増田圭司くんがね使用していました。増田くんがね使ってるんで、プロペラはまあこんな感じでいいんだろうなってね思ってね、ちょっと前傾乗ってみたんですけどね、同期のね小黒くんと足合わせをすると、小黒くんの方がちょっとだけ伸びたかなって感じで、今は一緒ぐらいかなって思ったんですけど、前傾タイムがねちょっとね悪いんですよ。スローからのね起こしの感じもちょっと感じが悪くてね、ちょっと戦えないといけないかなって感じでしたね。プロペラ調整とエンジンの整備とかねいろいろしましたけど、起こしの感じとかはねまずまず良くなってきたんですけど、なかなかね伸びが良くならなかったですよね。回転がねなんかビシッとね合わなくてね、まあなんとなく最近の流れ的なものですかね、ちょっとプロペラ調整うまいこといかないですよね。準優勝戦のメンバーの中でもね、僕だけで 7.01 の展示タイムですよ。特訓の感じではね外から伸びてくる感じでしたので、なんとかねスタートを受け止めて先にね攻めたいなって思っていました。このレースはね3角に引いてね4番に合わせていこうかなってねちょっと一瞬思ったけど、いや待て待て、練習通りに3コースから行こうとねこの時は思いました。スタートに対して若干のね追い風で水面です。水面はねいい状態です。スタートは思い切っていけました。横一線のスタートです。横一線でしょうか。1番くらい入っていきますが、スリットからは出ていきます。1号艇の松下、2号艇刺してくる今井、3号艇まくり出しては上平、バックへ入りますが先頭は4番がねダッシュ分ちょっとね伸びてくる感じに見えましたが、まあ慌てることなかったんですね。ちょっと僕は慌てたかもしれないですね。もうちょっと4番の方にしっかり張っていっといての、外回るなりねまくり出すなりしないと決まらないですよねこれじゃあね。まだね2着ゼリーに出てきたので次のマーク勝負なんですけど、4番がね伸びてくるのがね見えていましたね。2番抑えに行けってね思ったら、まあ冷静ですよね。ここ刺すんでね、僕も2番差しみたいになったけど、まだまだ勝負できそうな位置だったんですけどね、この回ってからクッとねあそこもね前行かないんですよね。伸びも悪いけど、あそこがもうちょっとピッと前に行く感じになればまたレースがしやすかったんですけどね。ここはね危なかったですよね。先に回ったんでよしと思ったけど、ね、ちょっとキャビった感じになった時にもう4番がブーンと外から来たんでね、もうこっからもうなんか前を抜くっていうよりも4番に抜かれないように3着キープがもうなんか精一杯でしたね、こっからはね。上平がその内不足をついて方面へ帰りますが、2番手は2号手の今井が粘ります。上位体系1番2番3番手に3号艇上平、外に4号艇寺本で、ご覧のようにね結果は3着ということで、残念ながらね優勝戦乗ることができませんでした。どうもねフライング休み明けからねちょっとリズムがね上がってこないですね。ちょっとしっかり頑張らないといけないんですけれども、今節の優勝は大阪の小野達也くんでした。おめでとうございます。次節はですね9月の7日よりボートレース若松ミッドナイトレースをね走ります。ミッドナイトレースなんでね、またねちょっと生活リズムが変わるんですけれども、まあ、ねしっかりと走っていきたいと思います。まだ止めないで、皆さん気になってると思いますが、2日目6レース4号艇でのね出場になった、これはねちょっとね肝を冷やしたレースになります。ちょっと一緒に見ていってみましょう。どうぞ。
このレースは本当に焦りましたね。待機行動中にエンジンをねスロー状態にした時にねエンストするっていうことはねまあよくある話なんですよね。実際エンストしたらまあねロープを出してプーリにロープをかけてね引っ張ればまあエンジンはかかるんですけれども、ここは本当にかからなかったですね。エンジンがねかからずに出遅れ、選手責任の出遅れするとね30日間の休みですからね。ここで演奏しましたよね。すぐロープ出してね引っ張るんですけどねかかんないんですよ。1回2回引いたかなこの時ね。この後ねエンジンを跳ね上げてプロペラを水面に出すような状態にしてロープを引くわけなんですけど、水の抵抗がなくなるのでエンジンはねかかりやすくなりますが、ロープを床に叩きつけるような感じでね引っ張るので引っ張りしろがねちょっと少ないんですよねこの時ね。だからね思いっきり引っ張ってもう一発でかけたいところではあるんですけれども、エンジンを跳ね上げてもね何回引っ張ったかな、3回4回とね引っ張ってもねかかんないんですよ。するとプーリーにねロープが今度焦ってかからなくなってしまって、今度余計に悪循環になってしまうんですよねこの時ね。あと1回ロープがかからなかったら出遅れだったかもしれないですね。なんとかねかかってスタートねすることがねできました。でもねちょっと変な位置から起こしてしまったんでねちょっとスタート不安でしたが、なんかトップスタートでしたねこの時ね。スタートしました。4コース4号艇上平慎二コーススタート確定、一周の1マークです。インから逃げる1号艇金子、さす2号艇磯村、外を行く3号艇吉本、内からは4号艇上。3号艇は4コースよりちょっとスタートが遅れた分ねちょっと焦ったのかもしれないですね。2番の方にねさーっと寄っていく感じが見えたんで、僕もしっかりまっすぐ行くことができたんでね、2マークじゃないわ1マークかしっかりねさせました。まあ1着には届かないけどね2着の位置にねしっかり出ることがねできましたよね。これねこのままね2着でゴールするわけですが、まあ、とりあえず出遅れすることなくちゃんとねゴールできたのでね、よかったよかったレースでしたこの時はね。本当スタートは遅くゴールは早く、ね、リズムを上げてしっかりとね頑張っていきたいと思います。それでは